はいえー、3304回始めます、9月3日ですね、はいえー、9月入りました、相変わらず暑かったね、今日も。うも、ん、私のいる宮城県南部、多分35度近くまで行ったと思いますよ、私はエアコンだ、ガンガンつけてね、あの昼間、日中、あの家にいましたよ、はい暑かった、暑かったですよ、ただやっぱりね、あの、まあ、9月ですから、言っても、だいぶね、あの夕方以降、うん あの日暮れてからはね、あの気温どん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 下がってきますね、はい、今、どうだろう、外は15度、20度ぐらいあるのかな、はい、結構気温ね、ね下がってくれたんで、この灰屋もちょうど過ごしやすいかなという、うん、あの冷房も暖房もいらないかなと、あうこともないかなっていうぐらいね、ねあの快適な気温になってきてます、ねハ屋、灰屋でも汚いな、ここ来るときね、くもの,の巣、く <laughs> の巣があるのよ、降ると本当に。もう とということで今日も今日は割と今時間帯早いんですけどえー、っと0時49分か、うん、あの5時ぐらいまで喋っていこうかなと思います、ね、目標20本 <laughs> 20本喋 <laughs> りますよ、はい、秋田テレビからですねこれはまあ通常運転ですよ昔からある話ね贈収賄の罪で、えー、秋田県職員と元社長を起訴ということでね、はい、新たに100万円の受け渡しや えー、別の圧戦行為も発覚ということでねあのー、まあまあまあ役所と、うん、業者の癒着ってやつですね、はい、秋田県発注の道路維持管理の公共事業をめぐる贈収賄事件で秋田地方検察庁は、えー、8月28日小賀市の林業会社が再委託先に選ばれるよう便宜を図ったとして、うん、49歳の県職員の男と 現金を渡した46歳元社長の男を起訴したとね起訴されたのは秋田県、えー、地域振興局建設部保,保全環境課に所属していた、えー、三浦学容疑者49歳と男鹿市の、えー、目,黒目黒林業元代表取締役目,目黒幹雄容疑者46歳、うん、起訴状によるとこのね あの三浦被告ね役所の三浦被告と2023年3月共同企業体と契約した事業のうちえ道路の木の伐採作業4件が目黒林業に採択されるよう斡旋してえ現金をね受け取った収賄の罪に目黒被告はえ問われてると。でこのまままあまあまあ,まあ、まあ 社長がね会社の社長が謝礼として現金を渡したと贈賄の罪に問われていると、うんまあ、増収賄だね、えー、この三浦被告は目黒被告から3月9日2024年3月9日秋田市内で50万円を受け取った容疑で逮捕されていたがさらにね100万円を、えー、受け取っていたことが分かったと。うん 3月9日に秋田市で50万円でちょっと日にちさかるかだと,と1月20日にも男鹿市でね100万円現金のやり取りが確認されたということです。受け取った現金は飲食とかね競輪に使ったと。 <laughs> 受け取ったこのね汚いお金は飲食代とかね競輪代とかに使ったとまあ総額150万円かな今わかってるだけでね三浦被告,は被告は現金は受け取った後さらに4件の事業が目黒林業に採択されるよを圧戦していたことが明らかになったと、うん、検察は2人の認否を明らかにしていないということでまあ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 おそらくこの検察側のうん 読み通通りりといいうかかねあの筋書きななんじゃないですか2人のね認否は明らかになってないけどこの、ね、1月20日に100万円3月9日に50万円っていう、ね、金額まで出てるし場所まで出てるしね現金のやり取りがあったとね検察の方を見てるということで昔からあるねこれはね、うん、今あの公共事業ね地方のあの道路管理とかねあのー、そういったもののねまあ 道路脇の,あのね草木の伐採とかね毎年ありますからこの公共事業これ毎年毎年ねあのいや一応入札とかね形式は取ってますけど長年の癒着っていうのはありますからうんあのやっぱりこうやって入札だなんだって言ったところでうん結局はこのうん仕事をねあの割り振る方まあ市とか町とか の方のあの担当者の意向によってねあ,のある程度、ね、決まりますから金額だけで決まるわけじゃないんだよね今ね、まあ、いろんな,なあの点数化されてますよねあの業者選びの時ねこの業者はあのボランティア活動してるとかね、うん、過去に、まあ、大きなミスがないとかね、うん、であと金額も重要だしということであのまあ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 ,あの既得権益 の維持ですよ既得権益にしがみつく業者と、うんあのー、仕事を割り振る方の、まあ、市なり町なりの職員の権限、うん、ありますからこうやって増収は昔からあ,りあるし今もあるし過去もあるし将来もあるしっていうことだと思いますよ、うん、こうやって公金躊躇してるね業者も、うん、あるし、うん、で公金躊躇する業者が、あのー、権限のある役所のね担当者に あのお金渡してみたり安、ね、接待してみたりっていうことですよ昔からあるやんなっちゃうねこれはね本当にはいこうやって地元の土建者地方の土建者はこうやって生き残ってきてるということですよはい、ね、昨日も今日も明日も、ね、同じような日常が日本では繰り返されていくということでまあ昔に比べたらねこうやってね表に出る贈収賄事件っていうのは少なくなってきてますけど あのまあ、公共事業ねずいぶん減らされてますから日本、うん、今もう少子高齢化で、うん、あの社会保障の方にねお金がねどん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 吸い上げられてる状況なんでねこの公共事業の方っていうのは目立たなくなってきてるんですけど相変わらずありますよっていうことですね。まあ公金中々で言ったらねあの、うん ね社会保障社会福祉の現場の方が最近ねちょっとひどい状況ではありますが相変わらずこのねあの建設土木とかねあの道路維持管理とかそういった方面でもあの増収は起こってますということですうん終わりにしましょうチャンネル登録高評価お願いします失礼します